はいどうも、虫博士のちょびひげです。なんでちょびひげか内緒です。ということでね、今日も虫のあれやこれや面白いところをやっていきたいと思いますよ。題して、虫博士ちょびひげの生き物って面白い。夏の花も咲いてきたということでね、やっていきたいと思いますけれども、突然だけどさ、虫は羽が生えてるって言うじゃない。でもね、博士はね、時々ね、この虫って羽あんのかな、飛べるのかなって思う虫がいるんだよね。例えばアメンボ、ハサミムシとかね、そんなね虫たちがどうもね飛べるとは思えないんだよね。だからね、今回実験してみようと思います。ということでね、今回のテーマはこちら、じゃん、これ虫だけど飛べるの実験編。飛ぶか分かりますね、飛ばなかったらごめんなさいね。だけどね、博士は信じてます。彼らがね、大空を優雅に羽ばたいてくれることをね。だって彼らも大人の虫なんだもん。さあ、それではまずね、実験するためには生き物がいないとしょうがないということで捕まえていきたいと思うんですけど、まずはアメンボ行ってみましょう。アメンボ捕まえるとすれば、まあやっぱ田んぼですよ。おお、結構いますよ、います、ほら、スイスイ泳いでる。で、マスター網かしてくれる？網、はい、どうぞ。そう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 、これね、このカラーコーンでね、アメンボに手を噛まれないようにって。おい、違うわ、これ違うわ。あ、すいません、間違えました。あ、みや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 、あ、みやみや、こっちですね。あ、みやみや、もうちょっとこっちに。どこどこ、はいはいはい、これです。そう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 、アメンボ捕まえる前にはね、やっぱりエチケット大事だから、歯を磨いてキュッキュッキュッって。ないわ、違う違う、これじゃないよ。これじゃない、はい、ね、あみやみやみや、はいはいはい、そうそうそう、これでね、アメンボをね、スラッと捕まえて、あっとるやんか、一回。田んぼっていうのは入るのに許可がいるじゃないですか。で、これ博士のお友達の田んぼだからいいんですけど、なかなかね、その許可を得づらいなっていう人は、この手前、この水路にもね、結構いる。あんまり流れの速いとこだといないし、いでも捕まえづらいしみたいな感じなんだけど、あの水が止まってるとこだとアメンボいるからね、探してね、取るといいと思います。ほら、結構いるよ。ほら、ほら、いい感じでしょ。アメンボ、アメンボ、嬉しいな。あれ、本当はなんだっけあの歌詞は。30アメンボぐらいいるんじゃないですか。30アメンボぐらい、ね、ね、こんな風に飛び跳ねはするんですよ、普段から。本当に、ね、パタパタパタと飛んでいくのかというところが、ちょっと今回知りたいところですね。ね、マッツンと考えたんだよね、どうやったら飛ぶんだろうと。自分がアメンボだったらね、安心できない状況に置かれるとやばいって思うんじゃないかって。で、水の上にいるのが最大の安心だと思うんで、水気のないところにね、これ水気ありますけども、水気のないところに移してあげます。さあ、水がなくなりました。これ飛んでくんないかな、やばいぞ、水がないぞ。これじゃやっぱ無理か。さあ、次考えた作戦はですね、ちょっと温めてあげるっていうね、作戦はどうかなと思って、強い光を当ててみたいと思いますけど、昆虫って寒いと飛べないんだよね。どうしてかっていうと、飛ぶのにはとってもエネルギーがいるから。だから天気のいい日にはよく飛ぶんだよね。この中の温度が上がると飛んだりするやつも出てくるんじゃないかなと思って。松尾さん、今更なんだけどさ、はいはい、あの水の上にもちょっと何匹か浮かべとかない？ああ、なるほど。じゃあ松尾、はい、次の手だ。次の作戦ですか。うん、あんまりしたくない方法だったんだけど、まあやっぱり今さ、この中で
ね、水がないとはいえみんな仲間なわけだ。そうですね。ね、言ったらここにあえて違う種類を、なるほど、入れてみたらどうかと。さあ緊張感出るのか。さあどうなんでしょう。よいしょ。早い。すっごい早い。もう早い。あ、差し紙入ってないです。うん。でもう一個ここに。強そうなやつ入ってきた。なんか緊張感あるね。緊張感。食べなくてもいいんだよ別に。脅し役だから。さあこれで飛んでくれ。確かに、なんだろう、雲が触れたらジャンプはするね。本当だ本当だ本当だ。ちょっとだから声みたいな感じは感じてるのかもしれない。ほらだって明らかに雲の方に行ってないもんね。すごい分かれてるよ。すごいすごい。雲の周りにいないもん。これはこれで面白い映像ですよ。やっぱちょっと怖いんだよ。惜しい。なんか羽動いてませんでした。ね、今行きそうな気配あったけどね。ちょっと動いてた気がし、飛んだ。ジャンプしました。ジャンプの方。そう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 。フライではない。なんかほらちょっと変わったもんね、動きがね。ダメだ。ちょっと待って。悔しい。いろんな実験思いつく限りやってみたけどね、飛びませんね。大人だから必ず羽はあるはずなんだよ。飛ぶはずなんだよ、ね、博士見たことあるんだよ。こんな方法で飛ばしてみたらというのがあったらぜひコメント欄にね入れてほしいと思います、ね、博士も引き続きチャレンジを続けたいと思います。